桐生。おい、桐生。こいつを見てくれ。これは？今朝、東京湾に上がった女の水死体だ。この入れ墨。死因は頭部挫傷及び出血多量によるショック死。死体はコンクリートの重しをつけられて沈んでいた。かなりの拷問を受けている。水木なのか。何とも言えんが、ただこの入れ墨、水木の入れてた模様と一緒なんじゃないのか。これはどうした。この辺りよく見てくれ。小さく歌って文字が見えないか。ああ、こいつは二代目歌堀の仕事だ。この堀氏は必ずどこかに自分の銘を入れるんだ。じゃあこの死体の入れ墨もその堀氏が。ああ、俺の背中も掘ってくれた。占領通りとピンク通りの間の竜神会館にいるはずだ。写真の女が水木なら遥かに悪行だ。あいつには伏せておく。ああ、ちょっと出てくる。行ってらっしゃい。お久しぶりです。おお、桐生か。はい、先日出所してまいりました。で、世良の葬式であの大暴れか。どうした、炭でも入れ直しに来たのか。いえ。この文様は月下美人だな。一年に一晩しか咲かねえって花だ。実はこの入れ墨、俺が掘ったって言いてえのか。確かにこれは俺の文様だが、最近は真似するやつも多い。俺は掘った入れ墨は全部覚えてるんだ。こいつは俺じゃねえよ。そうですか。もしもし。おう、お前か。ああ、いるぜ。錦山からだ。え、桐生だ。久しぶりだ、兄弟。どうして俺がここにいると。情報ってのは権力の大きいところに集まるもんだ。今の俺は欲しいと思った情報は大概手に入る。水木の死体はもう見たか。なんだと。お前と差して話がしたい。明日夜10時セレナで会おう。キリュウ、背中の竜に色入れ直してやる。弱っちい竜じゃ今の錦山には勝てねえぜ。もう十何年も前か、お前は竜を、そして錦山は鯉を背中に入れた。入れ墨ってのは背負ってるそいつ自身が光らせるもんでな。今錦山の背中すげえ色に輝いてるはずだ。これでやっとあいつはお前と対等に張り合える。俺と。黄河を泳ぐ鯉は山脈を経てやがて竜門に入る。竜門を登り切った鯉は竜に生まれ変わるんだ。奴は竜門を登り切ろうとしている。最後に竜になるためにはお前という相手が必要なのかもしれねえな。
錦山がここに？ああ、ハルカは登場会に狙われてる。連れ出さねえとまずいぞ。サイの河原が一番安全だろう。あそこが、まあ確かにそうだろうが。行かないよ、私。どうしたの、ハルカちゃん。おじさん、さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。なのに、なんで連れて行ってくれないの。私、お母さんに会いたいの。ここに遊びに来たんじゃないの。おい、ハルカ。このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。私なんてどうだっていいんでしょ。おじさんだってきっと100億円欲しいから、私と。すまん。お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。ねえ、教えてよ。なんとか言いなさいよ。はるか、キリュウはな、お前のお母さんが。うるせえ、言うな。はるか、今は俺を信じてくれ。それしか言えない。私だって信じたい。でも私にはお母さんしかいないの。おじさんが勝手にするって言うなら、私もそうする。さよなら。はるかちゃん。はるか。ハルカはどこだ。キリュウさんに。伊達刑事ですね。こちらもお迎えする準備が整ったところです。ご案内いたします。ここはスターダストじゃないか。どういうことだ。お入りになればわかります。お待ちしてました、キリュウさん。ハルカは無事なんだろうな。ハルカ。カズキたちはどうした。別室です。縛るくらいはしていますが、無事ですよ。何者だ、お前ら。それはやめておきましょう。お互いのためです。それより、お嬢さんが持っていたはずのペンダントは。
お渡し願います。渡せば遥かを返すんだな。もちろんです。ストップ。そこで止まってください。ペンダントをこちらに投げてください。ハルカ、すまない。伊達さん、無事か？いや、ハルカが。くそ、浅井が腕を撃たれた。どこの組織のもんだ。極道じゃねえな。なんでペンダントのことを知ってる。おい、答えろ。俺たちは人ハルカ、大丈夫か。出血の割には傷は浅い。大丈夫だ。心配ないだろう。おじさん、助けに来てくれたんだね。ああ。ごめんね。私が勝手なことばかりするから。ハルカ、俺もお前に謝らなきゃいけないことがあるんだ。ちゃんと聞いてくれるか。うん。ミズキ、お前のお母さんな。もう死んでいたんだ。すまない。俺は助けることができなかった。ごめん、ごめんな、ハルカ。さん、撃たれた男の胸にこのバッジがついていた。俺はこの線から少し探ってみることにする。ああ、頼む。すまない、こんな騒動に巻き込んじまって。何言ってんすか、そんなこと言わないでください。そうですよ、俺らの方こそ銃向けられたっきり何もできませんでした。すみません。おう、このお嬢ちゃんが噂の子か。ああ。嫌われちまったかな。なあ、この子をしばらくかくまってほしいんだが。わかったよ。でもあんたに頼まれ事するのも妙な気分だな。はあ、俺もだ。ここを好きに使うといい。ま、外見はちょいとあれだが。花屋、恩に着る。ありがとう。まあいいって。ここならヤクザも警察も攻めては来ねえ。安心していいぜ。桐
俺は一度署に戻る。明日は錦山と会うんだ。今日はもう休め。ああ、そうさせてもらうよ。伊達さん。須藤。ここは世良の殺害現場です。四課の伊達さんが何か。そうだな、邪魔したな。10年前のあなたは私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心、どれをとっても刑事として一流だった。それが今、あなたの行動が理解できません。何が言いたい。私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ、先輩。須藤、お前に真実は捕まえられやしない。桐生、そろそろ時間だ。ああ。10年前と今の錦山は別人だぜ。何仕掛けてくるかわからねえぞ。ああ、遥を頼む。分かってる。10年ぶりの親友と飲んでくるよ。少し遅くなるかもしれない。うん、気をつけてね、おじさん。レーナ、お前なんでここに。これから錦が来るんだぞ。だからよ、あなたたち殺し合いでもするんじゃないかと思って。レーナ、錦、久しぶりだな、兄弟。レーナ、酒を。うん。10年ぶりだ、お前とこうして飲むのも。ああ。面会にも行かなくて悪かった。俺もいろいろ忙しくてな。そうだろうな。俺は、どうしても100億を手に入れたい。お前が連れているガキとペンダントを渡せ。その前に答えろ。なぜ水木を殺した。殺す気はなかったんだ、由美の妹を殺すつもりなんてな。あ、親父。何やってんだお前ら。すみません、この女結局口を割りませんでした。誰が殺せと言った。お、親父。待ってください。弓の妹なんだぞ。誰が殺せと言った。誰が言ったんだ。親父、あとはきっちり片付けておきますから。10年間俺は由美の行方を追い続けた。由美の妹がセレナで働いていると知り、俺はずっと彼女をマークしてたんだよ。いつかそこに由美が現れるんじゃないかってな。遥のこともそれで知ったのか。巡り合わせだよな。あの娘はひまわりにいたんだ。俺たちが育ったあの孤児院にな。水木はその後アレスを持ち、そして姿を消した。
ひまわりにいた娘も、そして登場界の100億が抜かれる。だがな、それはそうだ、ユミの指輪だよ。こいつが現場で見つかったんだ。ユミはいる、近くに。必ずな。キリュウ、これは登場界の戦争だ。お前一人でどうなるもんでもない。悪いようにはしねえ。ペンダントを渡してくれ。あれはハルカにとって唯一残された母親とのつながりだ。お前らの戦争なんて関係ねえ。変わらねえな。だからユミもお前に惹かれたんだろう。みんなお前の味方をする。昔からな。お前俺のことを憎んでるのか。わからねえ。だが結局俺はお前を裏切った。笠間の親父もな。もう後戻りはできねえ。まさか風間のおやっさんを撃ったのは。ああ、さすがにあん時は手が震えた。やめて、やめてよ二人とも。なんでだ、おやっさんに世話になった恩はねえのか。まだくたばっちゃいねえだろ。それに今はシンジも一緒だしな。おやっさん、着きました。お前シンジを盗聴して。10年前のあの日から俺は誰も信じちゃいない。俺は俺のやり方で登場界のトップに立つ。どうしても水木の娘よこさねえなら、お前でも容赦はしない。好きにしろ。だが遥かは渡さねえ。お前の道具になんかさせやしねえ。今さらだが、お前とはもう一度一緒にやりたかった。だがもう今日限り兄弟じゃねえ。なんでこんなことになっちゃったの？ねえ、なんで？親父、手はず通り。ああ、やってくれ。はい。お久しぶりです、キリュウのおじき。親父の命令です。恨まんでください。やれ！